今なかなか外で遊ばす機会って少なくなってきていて、で実際公園とか一緒に行くんだけど、どうやって子供と遊んでいいかが分かんない。でそう遊具とかで遊ぶだけじゃなくって、土を触ったり木を触ったり空を見たり、そういう遊び方って実は知らないお母さんがいっぱい。それって多分大人も楽しいですよね。子供の時に思ってる楽しさの感覚っていうのを思い出してほしい。ライフワークの中で好きなことをやってる時間が結構あるので、そこがもしかしたら皆さんと違うんじゃないかなっていう風になってきて、実際そうなんだっていうことがだんだん分かってきたんですよね。皆さんの話を聞いてると、実は好きなことを後回しにしちゃっていて、やりたいこと、行ってみたいところ、そういうのを家族優先にしてしまって諦めちゃってる人が結構いて、自分の時に使いたい時にはもうエネルギー残ってないんですよね。エネルギーだったり時間だったりお金だったり、自分に使うものってなくなってるんですよね。自然ってなんか偉大であったかくって、誰のことも見捨てないっていうか、いっぱいパワーチャージできるんですよね。今なんかいろいろ固まっちゃってるものをまず柔らかくほぐして緩めてあげて、ブワーって解放して、でいろんなものを受け取って、普通の今の日々送られて時間過ぎていく、なんていうかな、同じルーティーンで日々繰り返されていく中ではなくて、非日常の場所に行って、非日常の時間で空間でいろんな体験をして、いろんなことを感じて、頭で考えるんじゃなくて感じて、五感でいろんなとこ、耳で聞いたり鼻の匂いで嗅いで、でいろんなものを見て、でいろんな人と、もう見ず知らずの人といろいろ関わることでここが見えてくるっていうところがあるので、まずそういう体験をしてほしいなっていうことで、リトリートツアーっていうのを考えています。